はい、どうも始まりました、ノラでございます。はい、今日もウミガメのスープやっていきましょう。いや、ウミガメ楽しいね。はい、もう謎解きといえばね、ウミガメですね。さて今日はどんな問題いきましょうかね。いや、なんかもう面白い問題ばっかで楽しいですね。まだまだ尽きることなくて、もうしばらく遊べそうですね。今回は 35% とかある正解率。エイプリルフィールにこんな問題いかがですか。だって、あ、最近のやつ、あ、でも最近でもないね。4月19とか書いてある。何にしましょう。まあ、最初 80% ぐらいやって、2番目に 85% とか簡単なやつやって、まあ、最後にまあ 80% 以下 70% 台ぐらいのやりましょうかね。はい、難易度的に中ぐらい、簡単難しいぐらいがちょうどいいのかなっていう感じですね。まあ、まずどうでもいいですね。何しましょう。最初はまあ軽めに、まあ、最初は 80% ぐらいがいいですかね。ぐだぐだなのもあれですね。カワズくんかな。これってカワズとも呼ぶよね。うん、なんかちょっと国語チックというか、文学チックな言い方すると。あ、なんかあったね、パペットマペット。まあ、カエルくんといえばパペットマペットを思い出せますね。懐かしいね。あの声いいよね。よく今考えるとね。あの、なんか落ち着いた声。カエルくん、カエルくんみたいな。まあ、まず行きましょう。はい、かゆくん行きましょうかね。正解率 83% ですね。挑戦する、行きましょう。こっからスタートですね。気軽にどうぞって書いてる。で、作った方はシリュウさんで当てるかな。はい、問題行きましょう。カエルくんは妻のカエルコさんねお出かけしていた。しかしある出来事が起きて急いで家に帰った。しかし何ともなかった。なぜ急いで家に帰ったんだろうか。なんだろうね、電気つけっぱなし、財布忘れたのに気づいたとか。まあ、自分もよくね、家出てたからね、あ、財布忘れたみたいな、たまにあるんですよね。はい、なんで急いで帰ったんでしょう。まあ、まず質問していきましょう。お出かけしてて、ある出来事が起きたから帰ったんだよね。その出来事は何だろうっていう。なんでしょうね。まあ、まずある出来事から言ってみましょうかね。ある出来事は何かを見たことでなったのか。とりあえず、はい、入れましょう。なんか買い物中に気づいたとかなのかな。まあ、それは次行きましょうかね。気軽にどうぞって。イエス、いい質問だ。いやー、いいね。のけからいい質問。カエルくんは何かを見た。まあ、そうだろうね。あ、で、質問したことで質問が増えてますね。で、見たものとは、何を見たら帰ろうっていう気持ちになるんだろう。人かな？食べ物？なんだろう、建物かな？建物を言ってみましょうかね。なんかヒントになりそうなものといえばって感じだよね。消防署を見たから？なんだろう、わからん。お風呂でもお湯出しっぱなしとか。まあ、でも自動とかもあるだろうしね。建物ではないの。見たものとは人ですか？まあ、星マークついてるんで、ちょっとこれで言ってみますかね。とりあえずね、でもなんか見当をつけないとでね。ノーだって。まあ、違う質問もしてみますかね。カエルくんは、カエルですか？どういう質問？地球外生命体ですか？まずこれはまあ関係なさそうですね。年齢は重要か？カエルであることは重要ですか？これも関係なさそうな雰囲気あるけどね。まあ、カエル子さんは、本当に妻ですか？一緒に帰りましたか？あー、なるほどね。はい。2人で帰らなきゃいけない用事なのか、あ、これいいんじゃない？一緒に帰ったか。それともカエルくんだけの用事なのか。これでいきましょうかね。いや、なるべく質問数は少ない状態で答えたいですね。まあ、理想ですね。はい。イエス！2人で焦りました。だって、いい質問。ってことは家が結構危ないとかなのかな。カエルコさんは一緒に帰りましたか？カエルくんたちは何かを見、重要なワード。カエルくんたちは何かを見た。なんだろう。一緒に帰った。カエルコさんは、まあ、妻関係なさそうですね。ある出来事は何かを見た。なんだろう。グロとかある。うわ、グロですか？まあ、それはやめてみましょう。カニバリますかってことでね。いや、まあ、進撃の巨人ですね。季節、重要かな？非現実的要素あったら解けないよね。わかんないね。場所は重要ですか？場所聞いてみましょうかね。今いる場所。イエス？設定ではショッピングモールですが、街中でもいいです。街中でも気づける。ショッピングモールでも気づける。ショッピングモール、街中で見るもの、なんだろうね。何を見た？で、急いで家に帰ったけど何ともなかったんだよね。なぜ急いで家に帰ったんだろうか。お風呂沸かしてて、お湯止めてなくね？みたいな感じで。でも自動だったとか、そういう感じ？違うか。はい、まあ、5個ぐらい質問したんで、はい、文字数見ましょうかね。まあ、第一のヒントって感じですね。何々を、何々の、何々から。多分2文字、最後の2文字は見たからなんだろうね。4文字を、5文字のを、見たから。なんでしょうね。なんだ？何かを見て、急いで家に帰った。なんともなかった。地震かな？地震が起きて、いや、でも地震起きたら急いで、でも何かを見たからなんだよね。いやー、ちょっと話は脱線するけど、最近地震多いよね。怖いよね。
なんともないといいんですけど、いたら住んでる地域バレるのかな。まあ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 、いいんですけどね、こんぐらいはね。はて、何かを見たから、何を見たんだ。天気、あ、天気か。はいはいはい、曇り、ちょっと小雨が吹いてきて、あ、やばい、洗濯物干しっぱなしだってなって、はんはんはん、でも帰ったけど、まあ結局降らずにみたいな感じ。でも見たでしょ、雨が降ってきた、見たから、空が曇ってきたのを見たから、おうのおうから、はて、はてはてはて、ある出来事が起きて急いで家に帰った、なんともなかった、なぜだ、なんだ。まあ質問していきましょうかね。季節重要かな。カエルくんはまあ関係なさそうだね、ここら辺はね。見たものとは、あ、そうだね、見たもの特定しないとね。見たものとは、まあ全部言ってみますか。植物ですか。でもショッピングモールでも街中でもあるから、食べ物か飲み物っぽい雰囲気はあるね。のですね、見たもの、まあここで攻めましょうかね。見たものは食べ物ですか。いや、質問数がどんどん増えちゃってるね。まあまあまあしょうがないね。はい、なかなかいけませんね。飲み物ですか。とりあえず見たものを特定しないとねって感じだよね。なんだろうね、 83% でしょ。いや、まだまだですね。あ、イエスだって、飲み物なんだ。へえ、飲み物、いい質問。飲み物を見た、何の飲み物、飲み物、あ、質問が増えてる。飲み物って売ってましたか、落ちてました、飲み物が落ちてるってどういうこと。飲み物はタピオカ、え、どういうこと。飲み物は水ですか。え、お風呂かな、やっぱり。なんだろうね、ノーだって、水じゃない。飲み物はタピオカね。いやー、タピオカもうあんだけバズってたか。タピオカあんなに流行ってたのに最近聞かないよね。やっぱ流行り廃りってあるんだね。で、何の話ですかね。飲み物は、飲み物の種類って関係あるのかな。飲み物って売ってましたか。これなんか質問がなんか面白いですね。売ってたか、落ちてたってなんだろうね。イエスだって、イエス、めっちゃいい質問なんだって。飲み物は売っていた。どういうこと。なんだ、飲み物は売っててめっちゃびっくりマークついてる。イエス、売ってた、売ってる飲み物を見て急いで帰った、しかし何ともなかった、なぜ急いで家に帰ったんだろうか。急い、なんだ、いい質問3つ出たけどわからんな。何かを見て、で、飲み物を見て、なんだ、売ってる飲み物を見て、急いで帰る理由。飲み物は日本酒ですか。この飲み物特定したからってわかるかな。なんだろう、やっぱ結局質問数が10個以上になっちゃいましたね。日本酒ではない。いや、でもさっぱりですね。どうしようかな、全然ですね。いやー、ウミガメな、スッと溶ける人は本当に賢いと思う。いや、いずれなんかもうスッスッス、あ、この質問したら、あ、こうだねみたいななるといいね。タピオカなんだ、へー。いやー、なんか少ない質問数だけで、あ、これはこうかなみたいな言ってみたいですね。いやー、まあまだまだですね。タピオカを見て急いで帰ろうと思った、なぜで、なぜだ。タピオカを見て、いや、こんなにヒント重要なワード出てるのに解けない、なんだ。タピオカを見て急いで帰った、なぜ急いで家に帰ったんだろうか。はぁ、どういうこと。タピオカを水につけてて、やべえ忘れてたみたいな感じ。タピオカを煮込んでたのか。タピオカ、最初の4文字は多分タピオカでしょ。タピオカを煮込んでたのを忘れた、ひらがななんだよね。のを見たから、タピオカを水でつけ、煮込んでたのを、2文字が出てこない。タピオカ煮込んでてそれを忘れてたってことだよね、きっとね。違うかな。タピオカを水で戻…タピオカを水につけてた、なんだ、タピオカを溶かしてたのを…全然わからん、何これ。 すごいね、やばいね。急いで帰ったんでしょ、で、二人とも焦ったんでしょ、で、なんともなかった。何、どういうこと、わからん。飲み物ってタピオカ、とりあえず最初の4文字はタピオカでしょ。タピオカを煮込んでたかな、煮込んでたで5文字だよね。タピオカを戻してたのを思い出したから2文字、何々から見たから、タピオカを戻してたのを見たから、あ、見たでいいのか、最後が見たからでしょ。タピオカを煮込んでたかな。タピオカって煮込むものだよね。あ、違うか。煮込む、でも急いで帰るほどだから、水につけてたらそんなに焦らないよね。で、店員がタピオカを煮込んでるの見て、あ、タピオカ煮込んでるね。うちらもそういえばやってなかったみたいな感じってこと？
これでいきましょうかね。はい。いや、時間かかったね。こんなんわかる？違う。間違いがあります。3個中2個正解しました。マジか。タピオカはあってて、タピオカを煮込んでた、煮込んでたのを、見たじゃないかな？タピオカを、でも5文字だったら煮込んでたのを、忘れた。煮込んだのを、タピオカを見た。煮込んでたが違う？戻してた。タピオカを仕込んでた？タピオカを仕込んでたかな？仕込んでた。仕込んでたのを見たから、これで正解が1個だったら、煮込んでたは合ってる。だね。いや、一発でいかないね。あれ？さっきと一緒ってことは、見たは合ってる。タピオカ、見たは合ってる。タピオカを見た。タピオカを水で戻、タピオカを切らして、タピオカを、なんだ、タピオカの何を見た、タピオカ煮込んでたんじゃないんだ、煮込んでたのを見たから、温めたタピオカを作ってたのを見た、タピオカを、この数分間で何回タピオカって言ってんだろうね。煮込んでたんじゃないんだ。なんだ、タピオカを見たからは合ってる。なんだ、5文字。タピオカを凍らせ、違うな。タピオカを煮込んでたんじゃないの？別の言い方にすればいいのかな。タピオカを加熱した。加熱。まあ、これでダメだったらちょっとヒント見ようかね。え、多分、でも大体意味は一緒だと思うんだけどね。なんだ？真ん中の5文字何？ちょっとヒント見ましょうかね。はい。いやー、もう、しょぼいですね。ヒント、今流行りの、いらっしゃいませ？いらっしゃいませ？どういうこと？今流行りの、まあ、この問題作った当時の流行りですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ん？何？いらっしゃいませ。何？マジで。何？いらっしゃいませ。タピオカを、タピオカですになっちゃう。タピオカを、いらっしゃいませのを見たから、売っている、あ、そのまま？は？そうだ、重要ワード打てばいいのか。なるほど。に、そうか、仕込みの様子とか、外から見れないか。確かに。タピオカ自体を見て、そうか、帰ったのか。売っていた。単純にこれでいいのか。タピオカを売っていたのを見たからか。なるほど。もう答えはたどり着いてましたね。はい。はい、正解ですね。はい。煮込んでたんかな？え？どういうこと？タピオカを飲んでて思いつきました。カエルの卵だと勘違いして我が子の安否を確かめた感じですね。あ、カエルとか関係あったんだ。へえ、これちょっと気持ち悪いね。今タピオカ飲んでたらちょっとごめんなさいね。マジか。54位だって。うわー、しょぼ。21分かかっちゃった。やべえ。いやー、マジか。重要ワード全部そのまま言ったらよかったっけね。マジか。平均クリア時間何分？まあ、4、5分とかなのか？はぁ、あ。なるほどね。はいはいはい。いや、カエルだからってことね。なるほどね。はいはいはい。次行きましょうかね。ちょっと今の問題の平均時間ってどれくらいなんだろう。ちょっとマイページからね、どれだけ飛ん、まあ、質問数89してる。日付出んのちょっとやめてほしい。いい質問数37。ちょっと微妙ですね。解いた問題。あ、クリア平均時間って出なかったっけ？まあ。はい。なるほどね。はいはい。いやー、ちょっと悔しいですね。はい。まあ、次はもう簡単なやつやりましょうかね。サクッと解けるやつ。でも全部あれだね。正解率が。まあ、86% かな。月の反対は無関心って有名な言葉あるよね。なるほどなって感じだよね。どうでもいいもんね。嫌いってまあ確かにちょっと関心が若干は残ってるから。まあ、一番辛いのはやっぱり無視されるって感じなのかなっていう、何の話だろうね。はい、次行きましょう。挑戦しましょう。はい、次の反対はですね、作った方はプラスチックさんですね。編集中のミスを修正したことによって質問が増えました。あ、そうなんだ。はい、まあ、そういう時もある。しょうがないって言ったらあれだけど。はい、問題ですね。仮面は全く興味のないアイドル YouTuber の動画を何度も繰り返し見ていた。なぜだろう。なんだろうね。興味ないけど好きな曲だった？中毒性があった？まあ、でもたまにあるよね。登録しないけどなんか面白くて見ちゃう動画とかね。まあ、何回も見るなら登録しろやって感じするけどね。まあ。はい。なんでしょうね。何度も見ていた。なぜだろう。友達だったから？でも興味ないだから。じゃあね、そのアイドル自体が見る理由じゃないんだよね、きっとね。アイドル YouTuber は、いろんな動画、なんだろうね。性格、性別、経歴、何を
何を気にした？好きの反対はってかで、タイトルも結構ヒントなんだろうな。好きの反対は無関心だから興味ないってわけね。はい。何度も繰り返して見ていた。カメオは歌を練習していますか？ああ、なるほどね。はいはい。フルの動画がそれしかなかったとかなのかな？歌を練習していますか？はい。No。シンプル。カメオとアイドル YouTuber は、でも興味ない。同一人物だったら興味ない。自分の動画、自分の作品興味ないってなんだろうね。なんでそれやったって感じになるから。まあ、知り合いかどうか。やってみましょうかね。憎み合っていますか？この質問だけでどっちかわかる。うん、でまあまあまあ、とりあえず知ってる人かどうか。イエス、知り合いです。そうなんだ。なるほどね。はい。何度も繰り返し見ていた。なぜだろう。再生数欲しいから何回も見てみたいな。興味、なんだろうね。わからん。アドバイス欲しいから、アドバイス欲しいって言われたのか。だから、何が問題だろうと思って繰り返し見たみたいな。うん。まあ、興味は、アイドルの活動自体には興味ないんだけど、仲いい友達だから、なんかアドバイスをしてあげたいと思って、でもまた興味のない、まあまあ、正直に言ったのかな。文字数見ちゃいましたね。まあまあ、文字数ぐらいはいいかな。うん。なんか、うん。そうだね。文字数見たところでっていう、解けないものは解けないしね。という言い訳をしてみる。まあまあ、とりあえず。カメオはのを押していたから。え？カメオはのアドバイス。あ、カメオはアドバイスで5文字なんだよね。カメオは、動画のアドバイス。あ、これだね。はい。これで言ってみましょう。動画のアドバイスですね。このカタカナに変換したくなるけど、ひらがなで打たないと延々と間違えってなっちゃうんですね。いやー、ちょっと反省してますね。まあ、前回の前々回かな。最初そうやってなんか解けてんのに、あれ違う。間違い。解けてんのに、カタカナで打ったから30分ぐらい格闘してたというのがありましたね。カメオは動画のアドバイス。アドバイスはあってそうですね。動画。何度も繰り返して見ていた。アドバイスじゃないのかな？全く興味ないアイドル。知り合いなんだよね。で、カメオは、動画を見ながら、仕事、運動、食事、犯罪に関わっている子は、アイドルを目指している。でも、歌の練習、ダンス、アイドル YouTuber が嫌い。カメオは、カメオというアイドル、新しい質問が出てますね。アイドル YouTuber との関係は、友達かどうか聞いてみようかな。はい。仲いいかどうか。うん。だったら、アドバイスでやってて、多分入れる文言が違うって感じで。いや、友達じゃない。カメオとアイドル YouTuber は、交際中？家族？仕事上の知り合いですか？なるほど。はい。仕事だからやんなくちゃいけないみたいな。イエス。仕事上での付き合いがあります。なるほどね。はい。やっぱりこれは、カメオが助言をしたのは仕事だから。カメオは動画の編集。自分が関わってる仕事、まあ。アイドル、そのアイドル自体には興味ないけど、みたいな感じか。動画の編集かな？編集。もうこの文字数隠れるのやめて。週で行きましょう。はいはい。仕事のお付き合いってことね。はい。あ、やった、正解。イエーイ。行きましたね。いいですね。あ、これはスッキリ解けましたね。やっぱなんか最初は簡単な問題どんどんや、簡単というか、正解率の高いのをどんどん解くのがいいのかなっていう。はい。質問数順位32だって。あ、まあ、どけから解ける人もいるんだね。へぇ。質問0で33秒の人もいる。はあ、なるほどね。ひらめきが物を言ったりするもんね。うん。私は32位ですね。はい。いや、面白かったですね。いい問題ですね。はい。っていう上から目線。はい。はい、次の問題。本日最後の問題ですね。ちょっと難しめのやってみますか。44% 解けるかな。平均 16% だって。へえ。いや、そういうことじゃなくて。平均58秒だって。へえ。さっきの問題は2分44秒なんだ。平均。なるほどね。何しましょう。44%。たまにはこういう 50% 台やってみる？頑張れ美大生だって。タピオカさん。あ、タピオカさんってこの間やった人じゃないですか。常連さんもいるんだね。なるほどね。いや、謎解き作れる人ってすごいよな。本当に。まあ、そういう思考をするのが楽しいんだろうね。うん、謎。なんか、矛盾点とか作っててあってもダメじゃないですか。そう。そういうのがうまくなんか最後にカチッとハマるように問題文を作るって。いや、相当なんか論理思考というか、ね、ができないとなんか作れない気がしますね。何をしましょう。 70% いきましょうかね。やった、目的地だ。クリア平均9分23秒だって。へえ。平均質問が23だって。はあ。明日、64%。たまには 60% 台やってみる。謎解きになってないかもですが。でも良質、15問。あ、これ投票数もあるんだね。へえ。じゃあなるべく投票数高いのもやった方がいいのかな。うん。なんだろう、こじつけとか、まあ作る人がまあ素人って言ったら聞き悪いかもしれないですけど、うん、
あ、でもいいね合計数で探してるから、まあこれはこれでいいのか。何しましょう。まあ 70% ぐらいかな。何がいいかな。やった、目的地だ。これにしようかな。はい。なんかびっくりマークついてるんでね。どんな理由だろうね。はい。この質問いきましょうかね。挑戦でーす。はい。スタート。作った方は野々長さんですね。はい。問題いきましょう。亀尾はウミガメ公園へ向かって移動していた。ドラッグストア、コンビニをゆっくりと通り過ぎ、左右の分かれ道に着いた。うん。そして亀尾は右の道2キロ先、ウミガメ公園という看板を見つけた後、亀尾はあえて左の道へ移動した。亀尾はウミガメ公園へ向かって移動していたのに、なぜ左の道へ移動したのか、状況を踏まえて説明せよ。え、別に工事とかしてたから、迂回したんじゃなくて ?2 番目のなんか文章面白いね。ゆっくりと通り過ぎって書いてるね。左右の分かれ道に着いた。車乗ってたのかな。まずそれだね。はい。道について、右の道は人がいっぱいいて通り抜きに苦労しますか、通行止めでしたか。まあこれですね。シンプルに。それで行ってみましょうかね。はい。質問。右の道が通れる道なのかどうかっていう感じだよね。まずね。ノー。はぁ、ノー。シンプル。通行止めではない。2キロ先。あえて左の道へ移動した。ドラッグストア、コンビニをゆっくりと通り過ぎ、街中、左右の分かれ道に着いた。まあ、道についてちょっと聞いてみようかな。左の道は、下り坂、電車が通っていたか、左に湖がある。ん？泳いで、うん、最終的に早く到着しますか？ああ、まあ、これだね。早く到着するのかどうか。まあ、近道かどうかって、なんか似たような質問ですね。イエス、いい質問だって。はいはいはい。看板は右2キロ先って書いてるけど、あえて左の道へ移動した。なるほどね。はい。でも左の方が最終的に早く到着した。で、その左の方が早そうだと判断した何かがあったって感じだよね。で、その何かは何なのか、まあ、看板なのか、ドラッグストア、コンビニという質問がある。に亀尾は立ち寄りましたか？ドラッグストアに立ち寄ったから、ゆっくりと通り過ぎ。通り過ぎたんだよね。立ち止まったかは書いてないね。看板は汚れていて何か隠されていた文字がありましたか？看板の内容は何か誤解しましたか？看板は一つだけでしたか？ああ、はいはいはい。左側の注釈。そう、何かを見たから左に移動したんだよね。その判断したのは何なのかって感じでね。ノー、いい質問だって。ノーだけどいい質問。答えは一つだけではない。なるほど。だんだん近づいてきましたね。で、もう一つの看板は、ウミガメ公園の近道の行き方が書かれていましたか？なるほど。正しい距離と道順が書かれていましたか？新しいものですか？そっか、道路が変わってたりするのか。はいはいはい。でも、まあ、道路変わってたなら古いの取り外すよね。まあ、取り外し忘れたってことがあるかな。でも、看板を設置した時に気づくよね。そんなポンって置いて設置できるわけないから、そうそうそう。それなりに看板をつけるのに時間かかるはずだから、まあ、設置してる間にこっちいらなくねって気づくはずだから、撤去はされてない。右の看板は撤去されてない。でも左の看板は設置されてて、なんだろう。うん。もう一つの看板は、近道の行き方、正しい距離と道順、これ見てみましょうかね。はい。あ、でも新しいものですか？でも良さそうな雰囲気はあるね。ノーだって。とりあえず、もう一個の看板で攻めてみますかね。今質問したのは正しい、これはまあ関係ないってことか。何か建物までの距離が書かれていましたか？距離は書かれてないんだよね。左の道、もう一つの看板を見たから行ったのか。まあでも行ったっぽいですね。近道の行き方書かれてたんかな。あ、とか、その看板設置したのは別に行政の人じゃなくてってこと？なるほどね。そういう場合もあるのか。あ、違うか。看板については新しいものかどうか。これでイエス、いい質問だったら、まあ取り外し忘れもありそうだけど。問題を解く上で関係ありません。あ、関係ないんだね。なるほどね。目的地について、もう一回聞いてみるか。ウミガメ公園に行く季節か。イベント、目的は重要。天気は関係あるか。亀尾行こうと。天気が悪くて、吹雪いててってこと？天気は関係あるのか？道の状態でも聞いた方が早いか。道なき道。歩行者が移動できないような道でしたか？まあ、移動できないか。歩行者、車、スピード違反。道なき道。歩行者は移動できそう。ゆっくり通り過ぎ。とりあえず質問。そもそも右の道は今行ける状態なのか。の、目的地について、ウミガメ公園の天気。猛吹雪で右が通るの。でも人は通れるのか。なんだろう。で、看板の古い新しいは関係なくて、のですね。まあでも左の、もう一個の看板を見たから道にしたのか。これも
聞いてみるか。ちょっとこの情報を確定させようという、これでノーだったらちょっとまた違うこと考えなきゃねって感じだよね。でもまだまだ質問に入れてるからイエスだと思うんだよね。左の道を行けば最終的には目的地に早く到着する。なぜ道について、左の道、高速道路、タクシー乗り場がありましたか。あーなるほど、あこれっぽくない、これっぽくない、これっぽくね。あー最初歩いて行ったんだけど、あー右の道はまあ徒歩で行くようなんだ。で左側にバスステーションかなんかあったのか、まあ、まあこの場合タクシーか。ノーだって、あー違うんだ。へえ、あまあでもかん、でも看板見て、最終的には目的に早く到着する。道についてもうちょっと聞いてみる。バス、あタクシーじゃないならバスかな、バス停僕ね。あノーだ、ノーか。とすると下り坂とか関係、あー自転車乗っててってこと。あーこれも聞いてみる。下り坂だってイエスだったらチャリ乗ってったってことですね。ノーだね。あーマジか。ちょっと文字数見ようかな。6文字、3文字、3文字、8文字。亀尾はのを移動しており、左の道の先にはがある。亀尾は、ん何々のを移動しており。亀尾は移動しており。6文字の3文字を3文字移動しており。なんだ亀尾は、ちょっとよくわからんな。文字数じゃやっぱわからんね。文字数じゃわからんね。看板、目的地、人物、亀尾。亀尾がどのように移動してたかは重要ですか？これ一回聞いてみようかな。イエスだって。移動手段はまあもちろん、そうだよね。移動手段が重要で、下り坂でもないから、なんでしょう。人物について。亀尾と乗り物は関係ありますか？これも聞いてみましょうかね。星マークがついてる。イエス、いい質問。乗り物には乗ってたっぽくさいですね。だとすると、ボートなのか？なんか文字数って言っちゃってる。湖があり、泳いで行った方が、ボート、貸しボート、湖、ドラッグストアをゆっくり、そうなんだよね。このゆっくり歩くとか関係あるのか？亀尾と操縦できる巨大な二足歩行ロボットはなんか関係ある。バイクではなさそう。馬？電車？自転車？電車。二足歩行ロボットだって。乗り物関係あるから、電車。馬で移動してた？いつの時代？の、電車ではない。はい。亀尾と車、バイク、馬？自転車は何か関係ありますか？自転車ではないんだよね。下り坂、車、バイク。ね、違う質問の方が良さそうだね。何でしょう。ウミガメ公園。なるほど。ウミガメ公園、でもウミガメ公園が目的地なんだよね。ウミガメ公園の方向へ向かってたってだけで、ウミガメ公園に行くのが目的じゃないってこと？どういうこと？イベント。ドラッグストアは関係あるのかな？イベント。行く目的。亀尾は、一回聞いてみる？亀尾は移動しており、左の道の先には湖。なんだっけ？亀尾、道について、左の道。これなんか具体的なんだよね。この質問ちょっと気になってたんだよね。湖があり、泳いでいった先はなんかすごい細かいというか。あ、ノーだ。湖でもない。左の道を行けば最終的な目的。電車は関係ない。なんでしょうね。乗り物関係ある。自転車なの？でも下り坂関係ないんだよね。はて。なんでしょう。まあ、一応聞いてみますか。やべえ、質問数が増えていく。ノーだね。やば。たどり着けないね。状況を整理すると、もう一個の看板を見たから左選んだんだよね。で、最終的に左の方が早く着いて、で、移動手段が重要で、乗り物と何か関係があって、電車でも自転車でも、船でもなく、バスでもなくタクシーでもない。はて、なんでしょうね。で、ドラッグストアとか書いてんだよね。わざわざゆっくりと通り過ぎ、左右の分かれ道に着いた。これは関係あるのか？ゆっくり通り過ぎなんじゃなく、素早く通り過ぎるでも成り立ちますか？そうだね、これも一回聞いてみるか。なぜわざわざゆっくり通り過ぎると書いたのか。引っ掛け？なんだ？素早くでも、関係ないね。なんでしょう。生きていますか？バイク。全部聞いてみる？馬？馬？馬で移動してる？どういうこと？時代が違う？公園？なんだでしょう。なんでしょうね。馬関係なさそうだけどね。そうだよね。そうだよね。亀尾は、車。車。シンプル。車について聞いてなかったっけ？自家用車。左、なるほど。なんか高速道路っていう質問あったよね。右が普通の道で、ノーだ。車関係ない。なんだ？じゃあ、なんでしょう。バイク、全部聞いてみますか。はい。はい。ちょっと乗り物を特定したいっていう。
でも乗り物が何に乗ってるかってあれなのかな、重要なのかなって感じはするけどね。あ、バイクがやっとたどり着いたで良い質問だって。やっとたどり着いたね、良い質問。バイク乗ってて左の方が近い、なんでしょう。車ではない、バイクなのが重要。乗り物バイクは変形しますか、面白いな。がどんな種類のバイクは重要ですか。あー、モトクロスっていうか、なんだろうでこぼこした道専用のバイクみたいな。あ、ガソリン切れか。まあでもバイクじゃなくても良さそうだよね。ノーだって、種類は関係なくて。バイクは盗まれたものですか。ヘルメット、ガソリン、新品。バイク関係の仕事、合体変形、目的、ガソリンが切れていましたか。いや、なかなかたどり着けないですね。これもう解けた人いるのかな。まあいるんでしょうね。ガソリンが切れてた、イエス。あ、じゃあ、まあこれだね、正解はこっちですね。カメオは、カメオはの、移動しており、左の道の先にはガソリンスタンドだね。カメオはのバイクを引いて、カメオは燃料切れのバイクを引いて移動しており、左の道の先にはガソリンスタンドがあると。ああ、なるほど。はいはいはい。途中で切れちゃったのね。はい。そんな感じですよね。あ、もうこの、はい。あ、そういうことね。燃料切れのバイクを引いて移動しており、で左の道にはガソリンスタンドがあるから。なるほどね。はいはいはい。あ、またカタカナって言ってる。ガソリンスタン、はい、オッケー。これですね。はい、回答。違う、一文字とか一個が違う。ありますよ。はー、この言葉が違う感じね。カメオは燃料切れ、あ、7文字だね。一番最初の6文字違うのか。ちっちゃい小文字も一文字換算だよね、きっとね。確かね。カメオはエンスト、燃料切れを別の言い方にすると。カメオはガソリン切れか。そうか、普通にあれか。ガソリン切れか。ガソリン切れなら6文字だね。ガソリン切れのバイクを引いてみた。歌い手かしら、違う。引いてみた。違う。ガソリンスタンド。はい、行きましょう。これですね。え、違う。何が違う。出た。文字の間違いで沼にはまるという。カメオはガソリン切れのバイクを引いて移動しており、左の道の先にはガソリンスタンドがある。あ？何が違う？カメオは、ここで時間取られるの嫌なんですけど。え、ガソリン切れ。は？なんでちょっとヒントもらっていいですか。まあ、真相はまあほとんどたどり着いてると思うんだよね。ただ入れる文字が違うっていうだけなんで、ちょっとヒント見ますね。何かが足りないこと、乗り物、動作でしょ、建物、そうだね。何かが足りないこと、ガソリンでしょ。え、ガソリン切れじゃないの。燃料切れ、ガソリン切れ、え、何、ガソリン切れじゃないの。何かが足りないこと、え、ガソリン、え、何、これやだ、もういいヒント見ます。はい、フライトとかありませんとか言って、諦めないでーって感じだけど。ガでしょ、そうでしょ、ガソリン切れでしょ。なんで、何が違うの。はぁ、ガソリン切れじゃないの。ガソリン切れ、引いてが違う。あ、おだね。バイク、あ、ここが違うんだ。はい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 。ガソリンスタンド、あー、なるほどね。おって何、お、押してか。はいはいはい。あ、そっかそっか、バイク引いて移動しないか。切れてたら押してか。なるほどね。国語の問題ですね。はい、まあでも真相にはたどり着いてたんだよね。はい、というちょっと悪あがきみたいな言い訳を。はい、で成功ですね。はい、バイク、そうだね、バイクを押して移動するよね。ガス欠したらね、引いていかないよね。うん、はい、600位か。なるほどね。まあ、ヒント2まで開けちゃったからって感じかな。で、26分かかっちゃった。なるほどね。はいはいはい。ガソリン切れのバイクを押して移動しており、左の道の先にはガソリンスタンドがある。ちょっと質問数が多すぎましたね。みんなでも34とか20とかなんだね。少なくて9とか7なんだ。へえ。はいはい。いや、解けた時はすっきりしましたね。どんぐらい質問したんだろう。うん。いや、まあまあ、まずいいや。あ、はい。はい。今日はここまでですね。いや、今日も楽しかったですね。頭使ったね。いや、まだまだですね。もうノーヒントで解ける。せめてね、ノーヒントで解けるようになりたいですね。最後ね、入力する文字の言い方とかね、国語の問題っていうね。まあまあ、そういうのも含めて、あれですね。ウミガメなのかな。まあまあ、はい。いやー、もう少ない質問数でバシッと答えられるようにいつかなりたいですね。もうこれから精進していきましょうかね。でもまあ前回に比べたら質問の
これを質問したらいいんじゃないかみたいな、だいたい分かってきたかなっていう、まあ、まだまだなんですけどね、もうちょっと手応えはちょっとずつありますね。いやいずれ10位以内に行きたいですね、トップね。うん、次あたり難易度もうちょっと高いのやってみようかな。まあ慣れてきてからかな、そうかな、どうしようかな。まあはい、今日はまあここまでですね。また定期的にやっていきましょうかね。また次回会いましょう。ノラでした。